諸将は奮闘し戦を制したが、劉備を討つには至らなかった。劉備はその後も曹操の手を逃れると、長江を下り南へ向かう。おそらくは江東に地盤を固めた孫権との共闘が狙いと思われた。さらにこの戦で曹操に下った叙書から劉備の軍の情報が入る。劉備は画僚と称される天才軍師諸葛亮を迎えたという。劉備と諸葛亮、そして江東で牙を研ぎ続けてきた孫権、それらが連合して戦うならば、こちらは圧倒する力で叩くまで。曹操は劉表亡き後の慶州を奪うと、そこで大船団を編成。劉備孫権らを討つべく長江下流域赤壁へと船を進めた。深夜での戦から1年、今波動は激流となる。曹操が、そして巨長長領天威が大河にその武をほとばしらせる。よし、おいら頑張るぞ。風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われる。おえ、速やかに戦の世に幕を下ろす。それが波動を選んだ者の務めよ。それを介せず逃げ抗う者たち、天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま進発の命あるまで待機します。うん。祖祖様、この風ずっと吹くだか。うん、どうかしたのか、キョチョリ。なんでもねえけど、なんだか気になるだよ。鋭いね、キョチョリ。そう、この風はいずれ私たちの牙を。どういうことだ。この季節、川風はわずかの時だけ風向きを変えるそうです。東南の風、つまり向こうの船団からこちら側へ吹く風。うん、風向きが変わったらどうなるというの。奴らが木屋でも打ち込んでくる。まさにそう。敵は火を用いる。風が変わるその時を待っているでしょう。まさか。そのまさかを考えるのが軍師の仕事ですから。大丈夫ですよ。敵の策、必ずや覆してみせます。数の船と兵だぜ。劉備と孫権はそんなに厄介な奴らか。まあ、来るなら来いってんだ。この悪来天意が全部ぶっ飛ばしてやるぜ。敵は武門孫悟と劉備一党か。相手にとっていささかの不足もなし。関羽殿も劉備のもとにおられるはず。願わくは一度手合わせしたいものだ。関羽。劉備、
孫権をこの石壁で倒す。さすれば残るは白紙弱光の輩のみ。我が覇道、これが爪の一手となろうな。わまあ、来るな。この戦、俺の同門が策を仕掛けてきます。全てがなればこちらは回想必至でしょう。ですが心配には及びません。角下殿の読みはその上を言っておられます。ですが風がどうした。そんな不確かなものに命運を託しはすまい。こちらの兵力は圧倒的、水上戦の訓練も重ねてここまで来た。故に我らの敗北など万に一つもない。行くぞ、この戦で乱世を終えるのだ。この大河に劉備と孫権の命運を託す。我が盛況なる将士を奮戦せよ。連盟北側に孫権軍襲来、すでに二行地点乗り込んできました。我が敵はおそらく両軍、真の狙いはこちらの戦団を戻すか。戦を必要はない。本陣を守る程度に話してほしい。平等だとしても対応せざるを得ない。ふん、大した策もなしに力を使う。みんなわしに続け。聖剣を蹴散らすのだ。混戦している。悪来におれば敵を根に払ったであろう。かような失態を演じるか、お恥ずかしい限り。策を練り出した。敵将を討ち取っただよ。この五子系が相手だ。さあ出てくれました。
ていたぞ、曹操。この俺の相手をしてもらおう。ご助勢くださるか。このご恩は策にてお返ししますぞ。かような失態を演じるとはお恥ずかしい限り。おお、素晴らしいご活躍。襟をつける。あなたのおかげで助かったよ。後でお礼をさせてもらおう。俺と戦うのはお前か。今だ、狙いは曹操、首が痛い、背に放て。
働き覚えておく。負けねえぞ。この山道も終わりよ。くっ、どうにもならん。ここまでだ、そうそう。この調子よが、早う撃つ。には負けられぬと闘志がみなぎったわ。ようやく口を向けられるか。いや、あと少しだ。行くぞ。素晴らしい働きを見せたな。ならばそうするべきであろう。しかし拙者の義がそれを許さぬ。曹操殿、長領、いずれまた戦場でまみえようぞ。わしは負けたのだな、完膚なきまでに。しかし生きておられる。そうだな。乱世の先はまだ遠いか。赤壁の大河は激戦に逆巻き、彰子の機嫌は水面を焦がす。劉備と孫権の連合軍は曹操に対すべく縦横に奇策を巡らせた。これにより曹操の大軍は痛撃を受ける。軍船の多くは失われ、それ以上に多くの将兵らが命を落とした。曹操自身幾度もの窮地に陥ったが、なんとか逃げ延びる。その胸に去来するのは大敗の屈辱と喪失感であった。しかし生きている。生ある限り立つ、立って志を遂げる。それが己の務め、それが散っていった者たちへの報い。曹操は南進の軍を引くと、次の機を北に伺いつつ力を蓄える。天下への道は遠く、しかし未だ確かに曹操の前に続いていた。すまんな、加工園。わしが赤壁で不明だったばかりに。いやいやいや、そういうことを言いたかったわけじゃありませんや。しかし、あれで乱世の終わりが遠のいたのは事実。果たしてこの先、わし一代で乱世を終えられるか。殿がそんな弱気になってどうするんです。それに、もし俺たちの代で収まらんでも、次の代がきっと何とかしてくれるでしょうや。
宗妃殿はご立派ですし、うちのせがれもそれなりにできるようになってきました。うん、ならば年寄りは若者の露払いでも務めるか。またそういうものよ。しかしまあ、でっかい背中は見せておきたいもんですな。